院の画家である。生前あまり認められず窮乏のうちに没したが、今日では18世紀スペイン最高の生物画家であると認められている。構成や光の表現の見事さ、個々の対象の質感と量感を捉える卓越した技量が最もありふれた台所の食物を感動的なイメージに変容させている。ルイス・エジディオ・メレンデス・デ・リベラ・デュラゾイ・サント・パドレは1716年にナポリで生まれた。彼の父フランシスコ・メレンデス・デ・リベラ・ディアズはオビエド出身の細密画家だった。フランシスコは自分の兄の肖像画家、ミゲル・ハシント・メレンデスと共に絵画の修行のためにマドリードに移住した。ミゲールはフェリペ5世の宮廷画家になるためにマドリードで修行を続けたが、フランシスコは当時の最上とされたイタリア美術に接するため1699年にイタリアに向かった。フランシスコはイタリアのアカデミーを訪問することに特に関心があり、ナポリでマリア・ジョセファ・デュラゾイ・サント・パドレ・バリレと結婚しそこに落ち着いた。スペイン駐屯軍の兵士でほぼ20年間外国に住んだフランシスコが家族と共にマドリッドに帰った時ルイスは1歳だった。ルイスと兄弟のホセとアナは1725年に王の細密画家に任命された父の下で修行を始めた。彼自身によると大使や外交施設への贈り物として宝石や腕輪をした王族の肖像を描く仕事を何年間かしたその後、スペインのフェリペ5世の宮廷画家、ルイ・ミシェル・バンドーの工房に入った。1737年から1742年の間メレンデスはバンドーのプロトタイプに基づいた王室の肖像画を国内外の市場のためにコピーする一軍の画家の一員として働いており、少なくとも宮廷への足がかりを持っていた。そして、宮廷画家としての名誉ある地位を狙っていた。暫定的だが1744年に王立サンフェルナンド美術アカデミーが開かれると、父フランシスコは絵画部門の名誉理事となり、ルイスは最初に入学を許可された生徒の一人となった。彼は素描で優秀な成績を収めた。このアカデミーは生物画のように神話画、宗教画などに比べて格が低いと見られていたジャンルを容認しただけでなく、奨励したという点で、進歩的だった。ルーブル美術館像の1747年の署名のある秀逸な自画像からも見て取れるように、この時点で彼はすでに熟達した画家であった。しかし彼のキャリアは、父フランシスコがアカデミーの学長を公然と攻撃し、自分のアカデミー設立者としての名誉を主張したことによるつまらない争いにより台無しにされてしまった。フランシスコは、ルイス自身に可燃物をアカデミーに運ばせたりした。フランシスコは教職を解かれ、ルイスも1748年6月15日に正式にアカデミーを退学となった。父と異なりルイスのプロとしての地位はおぼつかないものだった。若く、独善的な彼はアカデミーのサポートを失った上に評判も悪くなった。若い芸術家は機会を求めてローマそしてナポリに向かった。ルイスは1748年から1752年にイタリアに滞在し、当時ナポリ王だったカルロ3世のために数点の作品を制作した。1753年に起こったマドリッドのアルカサルでの火災で装飾画視聴曲集が多数焼失すると、フランシスコは37歳になった息子をスペインに戻って細密画を描くのを手伝うよう説得した。ルイスは最終的には王家のために数十枚の生物画を描いたが王に仕えるよう正式に指名されることは生涯なかった。メロンと洋梨のある生物、カンバスに油彩、ボストン美術館、ルイス・メレンデスはマドリッド郊外で作品制作し、最初は様々な主題を扱った。しかし彼の優れた力量にもかかわらず1760年に宮廷画家指名の請願が却下されて、以降、宗教的な作品を手掛けるのはやめ生物画を専門とするようになった。依頼なしに制作できる生物画はアカデミーや王室のサポートを得ていない画家にとって収入源だった。後のカルロス4世となるアストゥリアス公所有の自然史博物館のために彼は1759年から1772年の間に少なくとも44点の生物画を制作している。スペイン以外で所有されている彼の作品は少ない。優れた才能にもかかわらず、ルイスは生涯のほとんどを貧困のうちに過ごした。1772年の王への手紙には鉛筆しか持ち物がないと打ち明けている。整然正当な評価を受けることなく1780年生涯を閉じた時も困窮していた。鮭、レモン、3つの器のある生物、カンバスに、油彩、1772年、プラド美術館、ルイス・メレンデスは17世紀の巨匠、サンチェス・コターンやフランシスコ・デスル・バランらによって始められた禁欲的なスペイン生物画の伝統をリニューアルし豊かにした。過去の巨匠のように、メレンデスも、野菜や果物、陶器やグラス、銅製ポットの質感、色そして光の効果を研究した。ただし17世紀の巨匠と違うのは、メレンデスの場合対象物が、この試みは高まりつつあった、啓蒙精神や、王の自然史への興味と気を一にしていた。メレンデスは、生物を畏敬の念を持って描いた。彼を引きつけたのは、歴史や宗教の主題ではなく、日常のありふれたものだった。彼は、日常目にする何の変哲もないものの形を、並々ならぬ興味を持って観察した。メレンデスの一つ一つの作品は、我々の視線を釘付けにし、圧倒する。そこには、優れた構成の技術がある。洗練された巧妙な物体の構成は、存在感とリアルな質感を伝えている。低い視点とクローズアップを用いたことにより机の上の対象物は比類なきモニュメンタリティを与えられている。量感を引き出すための強めの光は描写の冴えを一層引き立たせている。メレンデスは絵の具の準備よりもライティングに時間をかけたようだ。彼はレモン、銅製のポット、陶器のボール、プラム、メロンなどのものの表面、円、角がお互いを映す様子を描くことを好んだ。これは作品にリズムと生気を与えている。ルイスは自分の作品を評してスペインの気候が生み出す食品を集めた興味深いキャビネットだと述べている。プラド美術館以外に所蔵されている彼の作品にオレンジとウォルナッツと砂糖菓子の箱ある生物、皿に盛られたプラムと洋梨、果物かごのある生物、タイとオレンジのある生物などがある。ザ・マジェスティ・オブ・スペイン。ヤナ・マーチン・エディット、P76、ルイス・マレンデス、エレノア・タフツ、P10、ルイス・マレンデス、エレノア・タフツ、P10 ナポリは1503年以降スペインに支配されていたがスペイン継承戦争後のユトレヒト条約でオーストリアの支配下に移った。ザ・マジェスティ・オブ・スペイン、ヤナ・マーチン・エディット、P76、ザ・マジェスティ・オブ・スペイン、ヤナ・マーチン・エディット、P76。ありがとうございます。